巻き取りが早いから主導権をね握れる。巻き取りの滑らかさがこのモノコックボディの恩恵なんでしょうね。このリールすげえ。いや、待ちに待った試作第1号が上がってきましたね。初対面です。いろいろねテストは繰り返してきましたけど、こういった形になったのをね見るの初めて。綺麗、上品ですね。すごく品があると思う。と色気があるね。デザインはすごくいい。回してみましょうか。うわー、滑らか。これギア比上がってますからね。今まで1回転108センチが114センチ。やりましたね。すごい。ワンウェイオシレーションがなくなってどうかなと思ってたけど全然違和感ないですね。やりました、クチュード。ギア比がね高くなったことで少しこの重さを感じるんじゃないかなっていうのと、まあ、ワンウェイオシレーションがなくなったことで逆転フリーがねちょっと引っかかるというか、そういったことが起きるんじゃないかなと思ってたんですけど、全くもね逆に素晴らしいと思う。もうテンションかけた状態でゴリ巻きしてもぐいぐい巻いてくれるし、まあその巻き取りスピード当然速いから やり取り先手打てますしね。リールを巻いて餌の重みが分かるってやっぱすごいですよね。トーナメントならではだと思う。さらに分かりやすくなって魚をどんどん動かせるの。ほら右左に巻き取りが早いから来ましたね。いいテストができてます。今までの今日もねあのハイギアで、まあ、やり取り主導権に入れてたんですけど、もっとねもっと攻めれる、攻めたやり取りができる。すごい。おおね、すごい右、ね、おお行くよ、よいしょ。なんかねパターンに入ってますね今ね。沖遠投で小マスの打ち分けでグレアかかる。でも針層ね細いものを使わないといけないから、まあ、そこに根があってやりとりすごくリスクがある。そんな中でもこのハイギアもうボンボン巻き取ることによって魚頭こっち向けながら泳い、ただ泳いでるだけ。それを引っ張もう巻き取れば根をかわせてしっかりと取れる。まあこれ一つの武器になりますね。